昨晩はよく眠れましたか？気持ち悪いところはありませんか？では本日のスケジュール、ストロベリー味のマカロンですね。お嬢様はお嬢様にメイクをしてほしいと首に頭にあげまして、眠そうなお嬢様にはとっても心地よい。おはようございます。昨晩はよく眠れましたか？はい、あ、よかったです。そして今どこか体に痛いところや気持ち悪いところはありませんか？はい、あ、どこもね、大丈夫。お嬢様が元気でおられることがとっても幸せです。このお城のみんな
ご主人様も奥様もとっても喜んでることでしょう。ただ元気なだけでみんな幸せです。ではそんな元気なお嬢様に、まずは本日のスケジュールを確認いたします。本日のスケジュール、ただいまの時刻は7時起床となっております。きちんと起きれましたね、お嬢様。さすがです。立派ですよ。そして次9時に朝ごはんとなっております。お嬢様は朝のご用意がとても時間がかかるということで、余裕を持って9時となっております。そして10時に好きなことを何でもしてください。お城の中で本を読むのもいいですし、ゲームをしてもいいでしょう。それかインターネットをたしなむのもいいかもしれません。そして11時にこのお城の庭を散歩しましょう。今の季節はたくさんの花がちょうど咲いておりまして、見頃なものがありまして、もう時間がね足りないですね。でも楽しんでお散歩に行きましょう。そして12時にお嬢様お気に入りのレストランでお昼ご飯を食べましょう。そして13時に画廊に行って、お嬢様の気に入った絵何でも買いましょう。飾りましょう。そしてで15時はおやつです。お嬢様の好きなおやつ何でも食べてくださいね。何でもすぐにご用意します。どんな店のものでも、どんな高いものでも、どんな珍しいものでもきっと用意します。そして16時にお勉強です。お嬢様お勉強もとっても大事ですよ。頑張りましょう。2時間。そしてその後18時に運動です。運動も健康のために大事です。といっても最後までやり遂げましょう。そしてすっかり汗をかいた後、18時半にシャワーを浴びてすっきりして上がったところで19時、晩ご飯ですね。お城でまた皆様と一緒に晩ご飯食べましょう。そしてまた20時から好きなこと何でもなさってください。そして22時に就寝しましょう。お嬢様よろしいですか。といってもこれはあくまで私が日頃のお嬢様を見てこれがいいんじゃないかと考えた、ただの暫定的なスケジュールでありまして、基本はお嬢様の好きなように好きな時間に好きなことをするスケジュールにしてください。お嬢様の幸せがこの城のみんな、そしてこの町のみんな、ひいては世界の幸せでございます。いいですか。なので今日一日中寝たかったら寝てもいいですし、はい、ずっと何もしなくてもいいですし、いきなり遠いところに行きたいとおっしゃるなら
ちろん連れて行きますので、ではまた好きなように言ってくださいね。暫定的スケジュールでした。ではとりあえず朝食のメニューを決めたいと思います。こちらですね、お嬢様の今日の朝食。お嬢様、今食べたいものは何ですか？朝にそれを聞いてすぐに料理人に渡しに行きます。こちらに私が絵を描いて、はい、そして今日の朝食、お嬢様がすぐに好きなものを食べれるということですね。はい、こちらのクレパス、桜ニュークレパスを使ってきちんと書き留めますので、何でも好きなものをおっしゃってくださいね。おかずはいかがなさいましょう。デザートはどうしましょう。あ、はい、おなじみのいちご味、ストロベリー味のマカロンですね。お嬢様は本当にマカロンがお好きですね。こちら毎日味だと思います。はい、しっかりかけておきますね。
朝食はこちらの4品です。よろしかったですか？はい、かしこまりました。とっても美味しそうですね。じゃあ今料理人に渡してきますので、そちらでゆっくり少々お待ちください。すぐに戻ってきますので。始める前にきちんと
王様の顔を全体的に拭くというか拭きつつ化粧水をつけてさっぱりしましょう。やっぱり夜にずっと寝てた油分などか顔に付着していまして、お嬢様といえど少しメイクがしにくい状態だと思いますので、まずはこの拭き取り化粧水でさっぱりいたしましょう。とってもいい匂いがしまして、ちょっと冷たくてこの起きたてのまだ少しぼんやり眠そうなお嬢様にはとっても心地が良いと思いますよ。では油分も完璧に取れたと思います。とっても今さっぱりしたと思いますよ。ではお嬢様、化粧水をつけた後は乳液で保湿いたしましょう。そうですね、保湿することによって馴染ませます。お嬢様が面倒と感じるならば、私が毎日こうして保湿もメイクもさせてください。遠慮なんていりませんのでね。はい、ではお嬢様失礼いたします。さらにお嬢様のお肌に浸透させる。
顔を触られると気持ちよくないですか？嬉しいです。はい、お嬢様よく頑張りました。以上です。緊急は完了しました。では次はメイクに取り掛かりましょう。まずはそうベースメイクから始めていきます。そうです、まずはファンデーションの前にこちらの下地から始めていきましょう。ファンデーションの前に下地をつけることによってさらにファンデーションのノリも良くなります。少し出しまして、こちらも手で失礼します。まずはほっぺたにそのままおでこ、そして、顎ですね、顎。はい、これで下地は完了です。今とっても準備万端というお肌になってますので、そこにですねファンデーションをつけていきましょう。ファンデーションはブラシで塗っていきますね。こちらだいぶ真ん中なくなってますが、大事に使っていくファンデーションです。こちらをに仕上がるファンデーションとなっております。お嬢様の今日のご気分に合うと私は思っております。ではこちら大事なベースメイクファンデーションを失礼いたします。ゆっくり大事に、大切なお嬢様をさらに大切に扱いますね。塗っていきます。失礼します。まずは下地と同じくに滑らして塗り広げていきます。はあ、とってもお似合いですよ。美しい、元から生まれた時から美しい、そのお肌どうなろうと、お嬢様だからどうなろうと、その美しいお肌量にちょうどいい質感に仕上がりました。お嬢様
てもワクワクしています。こんな機会を設けてくださってありがとうございます。ピンクメイクお嬢様の今日のベッドからまず立ち上がらせるこのメイク頑張って仕上げますね。で、まずファンデーションが終わりまして、次はお粉をきちんと与えていこうと思います。こちらですね。お粉をはたくことでさらにマットでサラサラと清潔な、まさに春桜のようなお肌になるんではないかと思っております。ではこちら取りまして、軽く、あまり分厚すぎないで軽くお嬢様の顔に、失礼します、お嬢様のもともとから生えている顔、さらにピンクと素晴らしい調和ですよ。これ全体に優しく優しく、はい。では次はこちらを落としまして、さらに濃い赤みが強いピンクを指名色として、お
嬢様に濡らしていただきますね。先ほどより下側の目に近いところです。下を向いて薄く、はい、ありがとうございます。お嬢様の大好きな、そう、まつげ、まつげに取り掛かりましょう。まずはピューラーで開けていきますね。お嬢様のお肉を、皮膚を挟まないように注意しますので、慎重に、はい、絶対挟みませんのでご安心ください。まずはですね、左目からいきます。
もしなくていいんですよ、お嬢様は。では牛ですね、上がってますよ。こちらブラウンといっても結構赤みが強い上品で可愛いブラウンなんですね。これどうですか？はい。それとして伸ばして伸ばして伸ばして
をした。ピンクがメインのアイブロウカラーです。こちらでピンクと肌色を混ぜまして、柔らかく薄めで仕上げていきたいと思います。ではそのままでいいですよ。あ、いいですね。ふんわりとした眉毛ができています。眉毛はあまり濃くしないで、今日は優しめな印象の眉毛にしましょう。目も眉毛もピンクな、とってもきっとお嬢様が一日中幸せでいられるメイクとなってますよ。ではお嬢様、次はチークなのですか？チークはそのピンク味があるチークというのはほとんどなので、ちょっとたくさんありまして、お嬢様に決めていただきたいです。はい、いや、たまには、いや、一個くらいはお嬢様の好きなものを入れた方がお嬢様もテンションが上がると思いますよ。はい、頑張りましょう。ちょっと待ってくださいね。お嬢様、本日の候補が出揃いましたが、どちらになさいましょう？ブラウン味が強いピンクに薄めのピンク、元気なピンク、染みそうなチークに青みが強いチーク、透明感がとっても出そうですね。そしてこちらと様々なカラーが入った贅沢なチーク、どちらになさいますか？グローフルールチック。
ましょう。ブラシできちんと全色取りまして、チークは顔の大きい部分を占めますので、かなり印象が変わると思います。失礼します。お嬢様の大切なこの色、大事に大事に願いを込めて塗っていきます。今日の一日、お嬢様がかけがえのないこの一日、幸せに楽しく過ごせますように。で、くる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 、はい、大きく大きく、さらにそのピンク色が全体に広がって、絶対にお嬢様の理想のメイクとなっていると思います。よかったですね。今日も絶対素敵な一日になります。これは間違いありません。では、そう、眉毛、目、ほっぺたときたら、最後、唇、リップを塗っていこうと思います。それでですね、まずは、シンプルで、肌なじみの良いピンクを、そのお嬢様の唇の輪郭が本当に綺麗なので、きちんと筆を取って塗っていきたいと思います。こちらを取ってリップから筆で輪郭をなぞらせてください。さらに、はみ出さないように中側、内側も塗っていきますよ。下、下、下、上、はい、これだけでも、とっても、もうすべてのパーツが映えていますが、唇をさらにピンクにしたことで。しかし、本日はふっくらさせたいと思います。そういう気分なのですね。なので、こちらのブランピーディップというものを塗ります。これを塗ったら唇がみずみずしい印象になるというものなんです。いろんなものがこの世にはありますね、お嬢様。こちらを塗って仕上げといたしましょう。大事な仕上げ、唇、口塗っていきますね。みずみずしい
強いブランパーリップとなってると思います。一個一個大切に丁寧に、はい、あ綺麗ですね。ふっくらと潤って、なんだか何でも美味しく、おやつも今日は絶対美味しいですよ。そんなメイクお嬢様。あ、だけど私欲深いもので、せっかくなのでラメでキラキラさせたいと思います。いいですか、お嬢様。はい。あ、好きにしてと。そうですね。でも絶対悪くはならないです。てか悪くはできないです、お嬢様は。元からも完璧なのでね。ですか、お嬢様。こちら二つラメがあるんですね。白身の強い、そして細かめのラメと、オレンジ身の強いゴージャスで大きめの大粒のラメですね。こちらがよろしいですか。ああかしこまりました。私に決めてくれと。そうですね、そうです、両方とも使いましょう。まずはこちらの細かい方で上まぶた全体を光らせましょう。では失礼いたします。あ、そうです、目をつぶって。して涙袋を光らすことで目が潤ったような愛らしいお嬢様にさらになります。はい、なんだかうるうるした素敵なお目目にさらにラメによってなりましたね。します。
く頑張りましたね。そして起きたら朝食を食べて、今日も素敵な一日になりますし、しましょう。はい。でお嬢様、そのままゆっくり寝て、好きな時に起きてくださいね。はい。ではお嬢様、おやすみなさい。